ながすげえ一斉に、あ、若さん、なんかあったのか、なんかあったのか、召喚士は試練から帰ってこない。あ、試練に行ってんだ。正確にはまだ10召喚士だな。10、あー、だからそれで10召喚士様だけ。10召喚士はそのさらに奥で祈る、うん、祈りが通じれば正式な召喚士になれるって思い出したか。いやー、うん、うん、思い出した。誰かが奥の奥から帰ってこない、それは分かった。うん、もう一日経っちまった。命に関わることなのか。いや、まあどう考えたってそうだよ。珍しいパターンってことか。うん、ちゃんとガードがついてるし、何より起き手だし。いや、まあ起き手なんだろうけど、行くよな。そうだよな。もしものことあったらどうすんだよ。死んじまったらおしまいだろ。いや、まあそれはその通り。起き手を破ってはなりません。やばろ。知るか。知るかだな。え、大丈夫なんか。重傷。いきなり心細くなった。うん。うわ、何、試練の間、エボンの秘術を求める者は試練の間にて試される。正しい道を見つければ祈り子の間へと招かれる。怪しいところを A で調べて道を開きなさい。どう考えたって怪しいのはここ。はい、不思議な印が光っている。ほう、いや、ちょっとわからんぞ。おお、何、はあ、え、なんか出てきたよ。いや、忘れたよ今の文様。無理だよ、その一瞬で覚えるのは無理だろ。ここは印に触れてみようか。そしたら、はい、上向き、あ、上に扉が開いたってことか。ん、あ、開いたね。オッケーオッケー。で、で、はい、この先はスフィアを利用して進むらしい。スフィア使うの？いや、まあ全然いいけど。空のスフィアには祈り子の前の、道を開く力がある。歯のスフィアには隠されたアイテムへの、はい、道を開く力がある。さらにビサイドのスフィアも必要らしい。全然そんなスフィア持ってないんだけど。それはだから改めて手に入れられるってことかな。風のスフィアを取った。スフィアは一度に一つしか持ち運べないようだ。はい、今風のスフィアを持ってます。ちょっと待って、今何もしてない。一回これ持ったままちょっと進んでみよう。ああ、なるほどね。これでだから奥に行けるんだ。風のスフィア持ってたらそこの間に進めると。はい、もうそれは分かりました。ここは、え、他にスフィアないじゃん。もうはめてみるか。一回これじゃあここにセットしてみようか。風のスフィアセットしました。スフィア取りません、何もしません。で、下行ったらいい。扉は固く閉ざされてる。くぼみにスフィアをセットできそう。ああ、じゃあ、あそこはマジでここにセットしたらあそこの扉が開くじゃなくて、あの扉にスフィアをセットする形か。まあそうだろうな、真ん中にくぼみあるし。だ、歯のスフィアとかはまた別で手に入れてこなきゃいけないってことな。理解しました。どっかで手に入れるんだろうな。でもこんな簡単にいけるんだったら召喚士さんは何にも問題なく。ちょっと待って、壁調べた方がいい、これ。いや、壁の文字は別に読めないわ。オッケーオッケー、了解です。で、こっち進ん、おーっと、で、こっちか。マップないな、ここ。あ、待って、もう一回読め。くぼみにスフィアがセットできそうだ。なるほどな。ってことは、スフィアをもう一個欲しいな。ここは？ここもセットできる。ん？なんで？くぼみにスフィアをセットできそうだ。はい。壁の文字に触れてみようか。これでスフィアが出てくるなら、上々だね。上、スフィア。あー、違うな。道がつながったか。こういう道他になかったかな。さすがにないね。OK。まずは、じゃあこの先に行ってみるか。とりあえず。はい、行き止まりです。調べる。調べられない？調べられないな。
じゃあこの道行き、うわスフィアだ、いただきます。ビサイドのスフィアね、スフィアをじゃあ取ります。ビサイドのスフィア、ビサイドのスフィアはなんかあれだよな、ビサイドなんだよな。ここの扉のスフィアってさ、もうスフィア一つしか持てないってことは、これをどっかにはめたらまた持てるようになるだろう多分。とりあえずこれここにはめてみよう。ビサイドのスフィアをセットしました。特に変わったことはなさそうだな。違うな、多分これをだから外に出すんだ。はい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 、理解理解理解。これを外に出して、であっちに一回置いとくんよ。あ違うかな、はい、これをビサイドのスフィアをここにセットしてみます。で扉のスフィアを取ってみよう。そしたら扉閉まるよな多分。扉閉まらない、扉閉まらないか。とりあえずセットしてみよう。はい、風のスフィア、おお、あそっか、え待って、あスフィア取れない、ちょっと待って、ちょっと待って、スフィア取れないのは困る。あは、は、歯のスフィアがセットされてる。スフィア取ります。で、じゃあここにセットしてみます。何にも起こらんから、ここに歯は間違いですね。ここにもスフィアがセットできそうだ。ここに歯をじゃあ一回置いてみようか。はっ何が起きますか。お来た来た、なんか来た、全然分かってないけど、あでも紫っぽい、いやお、いいねいいね、なるほど、宝箱だ、歯は置くと宝箱、よいしょ、オーケーナイス、ワイズロッド、歯のスフィアをうまく使えば隠されたアイテムが手に入るようです。いや大事、歯のスフィア大事。ちょっと待って、問題はフーのスフィアが取り出せないんだよね。ここのフーのスフィア取れる、あもう死んだ、あー死んだ、こいつ死んだ、オッケー了解です。ビサイドのスフィアを取り出して、あそこの今ビサイドが置いてあったところに、あそこに歯のスフィア置いたら何か起きる気がするから、ちょっとやってみよう。はいや歯のスフィア、どうですか、何も起きない、何も起きなかった、失礼いたしました。Bサイドのスフィアが反応したのは、今歯のスフィアを置いたところと最初からBサイドのスフィアが置いてあった場所かなと思うけど、まあ、歯のスフィアが置いてあったところにじゃあBサイドを置いてみましょうか。何か起こりますか。なんか文字が浮かんだね。いやでも文字が浮かんだだけだな。Bサイド置くと文字が浮かぶんだよね。でもわかんねえんだよな、浮かんだ文字見ても。もう一回ここに置いてみるか。光ブワー走る、あ走ったで、その状態だとまたなんか変わってくるんか、こいつわからんな。おお、もう一回置いたらなんかいけた。なんで何が違うんだ。状況としてはスフィアをはめた祭壇を正しい場所に動かすようだ。はい、動かし方を間違えたら、光る印を踏めば、ほんほんほん、光る印だな、どう考えたって、祭壇を元の位置に戻せるらしい。正しい位置に置くって何、はあ、え、あ、あ今光るのを押したっちゅうことか。ん、え、これまっすぐ押せばいいんじゃないの。とりあえずまっすぐ押してみます。いけ、カチャ、はい、はまりました。あこれでいいんか、あっワッカさん、いやごめんって、命は大事。ここは召喚師と重召喚師、そしてガード以外立ち入り禁止だ。俺が一生懸命謎解いたのに、あお期待だから覚えとく。ワッカさんはこれは知ってたんだな、くそ。ワッカさん初めから教えてくれよ。あガードなんだね、ガードってば、ガードガードガード、これで魔法陣、おお、そうですよね、なんか形的にエレベーターっぽいなと思った。ほうほうほう、ガードってのはその護衛だ、護衛ですね。今この奥にいるガードは、ガードは一人がすぐに怒るし、一人は何考え
まあまあまあ、よくいるわそういう人。ここまで来ちまったら一緒だもんな。俺もガードってことになる。あれどう？ワッカさん初めから入れたんだね。じゃあワッカさんあそこで待ってないで入って確認してくれよ。で出てきてくれよ。なんであんたが来るわけ？私たちじゃ不安だった。ああ、やっぱガードだね。これ最初の7人のうちの4人がここにいるな。ほら、やっぱり怒ったろうね。怒ったね。怒られちった。いい、かっこいいって思ってた人獣人だわ。召喚士は大丈夫なのか、うん、な、お前誰？あんた誰？そうですね、そうなるわな、うん、てか無事かどうかわかんないってこと。食料自体は中にあんのかな。さすがにあるか。え、確認できてないの？それ以上先はガード以外も入れない。あ、ガードでも入れないってことが言いたかったのね今。おお、出てくるじゃん。今終わったってところかな。あー、この人なんか肩に手を置いてた人だ。ってことは最初の7人のうち5人が揃ったな。で、あとアーロンさんともう一人あの小さい子。あ、じゃあほぼもうみんな出たんじゃん。小さい子があの子か分かんないけど。え、喋れない、もしかしてこの子、この人。急にキュウリが幼く見えた。周りが大人すぎるんだよな。きれい。え、汗か。できました、私召喚士になれました。本当に？すごいこもって聞こえるけど、お前だけ違う空間にいない？脳に直接語りかけてた。出てきたけど俺だけ出てこれないよな。これ気まずいよな。後ろ3人はガードだからいいけど。そりゃ驚くって。おい、出てきた。普通に召喚士はおじさんだと思ってたからさ。いや、なんでおじさんだと思ってたんだよ。うん、まあそうか、今まで出てきた重要な人たち大体おじさんだったからな。大丈夫、怒られない？もう一回行こうか。ああ、はい、ごめんなさい。もう散々中入ったんだからいいだろう。なあなあ、起き破りのことはひとまず置いて新たな召喚者の誕生を祝いましょう。そうだね、祝おうか。わーい、おめでとうございます。おめでとうございます。これで大丈夫、いけてる？ん？なんか視点違くない？正面の視点だった。こっちこっち。あ、どっち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 。え、この方がだ、だ、誰誰な、名前出る？はてなってなる？どっち。あー、いけねえや、いけ、話しかけられねえや。よし、じゃあお祝いしようか。いや、掴まれた。何？よく見てろよ。うん、見てる見てる。レッツの。いや、まあ確かにな。いいぞ。中下。いいぞって。はい。え、どんな関係性、若さんと。ワンちゃん娘かなって思ったけど、さすがに違うか。まあ同じ村出身っていうくらいかな。もう召喚してくれるんか。いや、ガン飛ばしすぎだろ。首固定になってたぞ。怖すぎ。え、構えはテニスプレイヤー。うわ、え、出てきた。うわ、え、これは敵キメラじゃん。うわ、でもかっこいい、かっこいい。刺激できんの？え、すげえ。え、ほんとにこれが刺激できんだったらかっこよすぎだろ、この子。わー、すげえ、撫でてる。あ、でもあそこは羽だから柔らかい。いや、おおってなるわな、そら。ああ、讃えちゃうね、それは。やった。圧倒的な光景だった。うん、見た目は少し怖かったけど、なんていうのかな、なんていうの、不思議な優しさみたいなものが俺にも伝わってきた。なんかシャドーボクシングしてた。大丈夫？あ、よかったよかったよかった。
祈り子への願いが届き召喚獣を手に入れました。これで空飛んだりして、なんかちょっとあれだよな、探索してる時にさ、上の方とか下の方とかにセーブポイントあったけど、そこに行けるってこと？うーわ、ごめんだけどお前の名前はカンバーな。よいしょ。多分他の人たちはワッカとかアーロンとか名前決まってんのよ。だからもう召喚獣にしか名前つけられんのよ。でも付けたい名前はカンバーは絶対つけたいと思ってたから、お前の名前はカンバーだ。まあ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 、色はな赤かったけど、細長いっていう点ではまあ合ってるし、かっこいいっていう点でもカンバー、これ以外のないだろう。そう初めて話をしたのは夜になってからだった。召喚士と、あれは特別な夜だったんだよな、みんなの、俺の。だからそうだね、結構このさ、キュウリがさ未来から語ってくるからさ、ちょっと分かりづらいんだよな。チームのみんなに紹介だ。おうおう、今度の大会にどうしても出たいってんでチームに入れることになった。違うだろう、違うだろう。ちょっと記憶がねじ曲がってるから変なこと言うかもしれないが気にするな。まあ気にしないでくれ、頼むから。うん、ういうい。まあ受け入れるよその紹介を。キュウリってんだ、よろしくなみんな、みんなって感じ、で大会の目標は？目標はって聞かれたら精一杯頑張る。俺たちの目標は変わった。お、目標は優勝だ。えらいワッカさん、そういうことだ。クリスタルの優勝カップをこの島に持ち帰る。出る試合には全部勝つ、よそのチームは全部倒す。いいぞ、気合入ってんなワッカさん。そうすれば優勝できる。簡単なもんだ。簡単なもんだな。優勝だ。本当に？いや頑張れるね、頑張れるって感じだな。優勝だ、優勝だ、優勝、優勝、優勝だ。本物すぎだろ。優勝だ、優勝、優勝、優勝だ。いやこの子たちとだったら頑張れる気がするわ。いや、いい、素直ないい子だ。優勝っすか。あ、名前がついてる、ボッツさんね。よろしく、レッティよろしくな。大会にはスペリア中から6つのチームね。 OK、 6つ勝てばいいんだな。トーナメントだとしたら、まあシードが2つあるとして 1,2,3 回総当たりかな、わかんねえ。あんたが入ってくれたらって思ってたんだよね、ダートさん。多分おきれあったな。みんな気が早いよな。俺も人のこと言えないけどさ、ジャッシュさんよろしくな。キッパさん、キーパーだ、絶対キーパーだ。ガンガン攻めまくってキーパーに楽させてくれよ。こういう名前ある？ちょっと待って、ボッツ、いやわかんないな。レッティ、レフティかな、ダット、いやわかんねえ、ちょっとわかんねえな、ちょっとわかんねえけど、そんな感じの。なんかキッパーだけはどう考えてもキーパーから来てる。あーもうないけど楽しんでくれ。いや全然全然、みんながいい人だから楽しめるよ。起きてやぶりめ。あ、ごめんちゃん、召喚師様に近づくでない。いや結構辛辣。いけないんです。いやそうですね、まあこっちが悪いんです。ユウナさんね、ユウナさん。でも元はといえば私のせいですから。まあ遅かったのはユウナさんだけどさ、だけどまあそんなに。ユウナです。ああ、よろしくお願いします。さっきはありがとうございました。俺何かした？ああ、助けに行ったことか。助けになった。あれまずかったんだろ、俺余計なことしちゃったよな。まあ間違いなくそうなんだけどさ。いい、私が未熟だったから。いやいやいや全然、でも俺は何もしてないよ。結局たどり着いたらあんた出てきたからさ。 あのさ召喚獣見たぞ。いや本当にすごかった。いやマジですごかった。本当本当、私大召喚士になれると思う？いやごめん、召喚士の基準が分かんないからそれは一概になれるとは言えない。皆様ししそうだね。まあ俺もすごいとは思ってるけど、村人たちの方が話したいと思うから一旦そっちで大丈夫よ。なんか落ち着いたらまた挨拶させてください。あ、また明日の約束させていただいてありがとうございます。明日は同じ船で出発でしょ。あ、そうなんね。あ、そうなの。うん、俺も今初めて知った。できるよね。あ、したいんですか。あ、俺もぜひともお話聞きたいっす。すごかったマジで。ザナルカンドのこと聞かせてね。え、かわいいだろ。いや、かわいい。うん、かわいいけど、ちょっと待って。ザナルカンドのことって分かってんの？え、どういうこと？え、どういうこと？お話が聞きたいですね。好きになるよ。そんなの約束できないね。
向こうがそうだね。俺のこと好きになったらどうするよ。あー、どうすんの。そんなことにはならない。眠くなってきたら俺に、ひどいな。寝床の用意してやるから。あー、まあありがとう、ありがとうだけど、ひどいな、おい。辛辣だな。召喚師様に近づくでない。ごめんなさいね、申し訳ありませんでした。ひいひい、近づきませんよ。悪かったですね、掟破ってしまって。もうみんなとお話ししたから、もう若さん寝ようぜ。もうどうせユナさんには近づくなって言われるし、明日の船で近づいてお話しします。休みます、うん、おやすみなさい。それがいいな。うん、そうしましょう。さあ、あ、もう明日の朝になると思ったけど、これ夜中に何かある。ちょ、セーブができなかったのがちょっとだけ不安なんだけどね。あそこに白いのがなかったかな。おっと、夢夢夢夢夢って感じ。お、ここ、え、ここ大きいだね。あ、見たよ、来た時通ったとこだ。うん、え、どういうこと、記憶にある。あ、違う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 毎度のことながらって感じだな。よいしょ、操作できるんだね。操作しますよ。あ、ユーナさんがいる。ちょっと待って、こっちが正解の道ってことは、まあ、正解じゃない方に行ってみるけど、行けるんかい。あん連れ戻されました、失礼いたしました。じゃあユーナさんに話しかけに行こう。何、船来ないな。明日の出来事か。船来ない、早く来ないとみんなに見つかっちゃうね。どういうこと、本当にいいのか。こっそり行くの。ザナルカンドに連れてって。これ多分未来の話だな。こらー、あ、リュック、え、リュックじゃん。え、あたしと旅するって言ったのに。いたの、あ、あ、い、あ、あれはどういうこと。ユーナを好きになるなって言われたくせに。これ夢だ。そっかなんだ夢か。いや、びっくりした。そう、だからあたしと行くの。リュッカさん、リュックさん好きじゃん。何やってんだ。おやじ、ガキのくせに女と旅だ。千年早いって。びっくりするで。また始まるのかな。あ、ガキになっちゃった。泣くぞ、すぐ泣くぞ、絶対泣くぞ、ほら泣くぞ。なよなよ、泣くぞ。大嫌いだ、大嫌いだ、泣くぞ。もっと大きな声で言わないとダメだよ。やめて、ユーナさんでそれを言わないで。大嫌いだ。うん、あ、嫌いだっつって。頑張れ。いや、リュックさんとユナさんが応援してくれる。こら、ジェクト大嫌いだっつってんだろ。大嫌いだ。うん、よかった、言えた。死んでしまったのよ。ああ、ごめんって。ジェクトさんじゃないな、そんなわけないな。あの子がチャップに似ているのは認める。私も最初見たとき驚いたわ。俺か、キュウリか。チャップ、チャップって誰だ。どれだけ似てたってチャップの代わりにはならない。チャップは誰だよ。今はわからないだろうけど、いつだって私の方が正しかったでしょ。あなたは正しかったわ。でもさ、 あいつだって困ってたし。また言い訳。え、あ、だってわかった。だってでも聞き飽きたわ。綺麗だな。多分去年はそのチャップさんがいたけど、大会前に亡くなってしまったんだな。でうまくいかなかったけど、まあ俺が似てると、そのチャップさんに来るぞ。若さん、お前下がった方がいいんじゃないのか。あ、怖いな、気まずいな。で、うん、チャップって。そうだね、俺の弟だ。やっぱそうだよ、ね、弟とか。やっぱそうだよ、ね、死んだ去年の大会前かな。討伐隊に入ってたけど、去年シンと戦って、ブリッツボールは関係なかった。やられた。そうか、俺がそれを知ったのは大会の日でな。うん、あ、それで、まあそうそうか。俺はガードになってシンと戦うことにした。ああ、なるほど。敵討ちか。そのつもりだったけどな、笑っちゃうよな。弟の敵討ちとブリッツ、どっちが大事だってんだよな。いや、ま、次の大会終わったらガードに専念すっから。大事だろお前、今までかけてきたブリッツボールだって大切だよ。悪いな。全然大丈夫だよ、どっちも大切にしろよ。俺だって
あんたに頼りっきりだ、うん、あんたに会えて本当に助かってる。いや本当に助かってる。まあピラニアの出る池に落とされたけどな。ありがとな、わっか。いや本当にありがとな、あんたのおかげで。照れるからやめる。握手くらいせえや。いいだろ、今そういう雰囲気だったじゃん。今しか言えんかったろ。いいじゃないのよ、なあ。ちょっとぐらいいいだろ、そういう話したって。まあ、いいね、これで多分旅立ちの朝になったからちょうど区切り良さそうだし、今回はここまでにしておこう。いやー、いや前回さ、あのリュックさんにしか会えなくて、ちょっとまあ7人と出会うのはまだまだ先かな、仲間増えてくのはまだまだ先かなと思ったけど、急に来たね。急に増えたね。あ、パーティーに若さんいる。あ、嬉しいね。急に、なんだ、ワッカさん、ユーナさん、あと2人でしょ。で、アーロンさんも知ってるから、まあ、で、俺と。で、あと1人。で、合ってる？そうだよね。まあ、最初の7人、今回で、ほぼ出たね。うん。結構、じゃあ、進めたんじゃないかな。で、次回は、ブリッツボールを果たしてできるのかな。まだ自由に動けるタイミングにまでは、進んでないけど、今回はここまでにしようと思うぜ。ここまで見てくれて、センキューコンボー。バイバイ。